国際連盟の介入がなかったら、紛争はかくまで重大化しなかったであろう。連盟の介入がなかったら、事変はおそらく今日までに日誌間の直接交渉で解決されていたろう。連盟の介入は事件を長引かせたばかりか、英国をして虚偽の地位に立たしめた。連盟は、個人がしばしば主張せるごとく、平和の期間にあらずして、紛糾作成の期間なり、 国際連盟理事会の当面の任務は、紛争の仲裁に損せずして、単に両国間の直接交渉を促進すれば足るとの観察も行われている。五人は外国武官をオブザーバーとして送り、また必要に応じ、連盟機関の協力を得て、直接交渉を開くことを勧告する。 戦争の勃発を防ぎ、直接交渉的解決を容易にするをもって、連盟の本務とする。日本を外交的に孤立させて、連盟脱退を思わしむるごときはもってのほか。戦争を防止し、両当時国間の直接交渉による紛争解決を容易ならしむる以外に、連盟の任務はないと、ン氏は言った。理事会が最初からそうしていたなら、 満州事件は党に解決を見たであろう。連盟の成し得るところは政治的紛争を法律的見地において気分を和らげ、もって直接交渉を開かしむるにある。結局、日市両国は直接交渉で事件を解決すべきもの。連盟は最初からこの方針で進むべきであった。理事会の任務は、 直接交渉開始を可能ならしむる形式を発見するにある。経験に調するに、連盟は、軽争事件の外に立つことが必要だ。その妖怪は、いたずらに局面を不穏ならしむる。むしろ連盟としては、日誌直接交渉の機会を作るに努め、またチーナは日本の主張を入るるを、事件解決の象形とする。今後、国際連盟の考慮すべき点は、 なく日直接交渉をを開始せしむるるる。よう、両国を切腹するにある直接交渉で解決さるべき事件が国際連盟理事会当局の不手際かつ元命なやり方のため一流の国際問題と化した国際連盟が取り合わなかったなら事変は直接交渉で都に片付いていたであろう直接交渉を行うべきにかかわらず チーナが国際連盟に訴えたのはドラモンド氏及び部下の入れ辞令によるもの。日誌事件の解決は直接交渉に待つのほかなく、これを容易ならしむることを必要とする。連盟の今後取るべき措置は事件真相の調査にあらずして日誌両国関係の調停にある。 国際連盟、たとえチーナ側に好意を持ち、日本を満州より一層セシメントするも、日本政府は断じてこれを拒否するのほかはない。国際連盟は、今まで外交戦場に過失を犯し、日本を虐待して、全時世界の同情を失わしめた。しかし、日本は大国として、可用な処置を承服しまい、今時日本の提出せるノートにより、 連盟はチーナの宣伝戦についての日本側の不平に同情するようになった。国際連盟は最初チーナに同情し、ついで日本の主張にも理屈あることを知り、最後に何事をもなし得ずしてその威厳を失した、との感を与えた。国際連盟理事会は、米国引き込み策に救急としている。連盟がまさかの場合、役に立たぬことは最初から明白であった。 しかもなお、欧州諸国が連盟維持に熱心なのは、英仏の目的遂行上、連盟を便利とするがゆえである。今回の事件は、日本がある程度にまで、チーナから挑発されていること、および、日本がその財満の利益を擁護するは当然の権利に属し、列国、またその在師権益保護のためには、チーナの心臓たる揚子江に軍艦を派遣する事実があり、 これらが一層連盟の立場を困難ならしめた。蒋介石が連盟を当てにしてぐずぐずしている間に、チーナは刻々東洋の戦果を増大する。理事国の中には連盟が抜き差しならぬ窮地に陥るを恐れるものあればまた、事件の土作さ紛れに漁夫の利を占めようとするものもある。日本の主張は各国代表官に勢いを得、 チーナのごとき政治的に困難せる国は連盟に入れぬ方が良いとの意見を抱くものもあるという。元来チーナは連盟国の数にいるべき国でない。かかる国家に対し尋常一様の論理を適用せんとするところに無理が生ずる。チーナの無政府状態のため事件が特殊性を帯びていることは否見えない。文明程度の差を無視して、 一切の国家を網羅する連盟の国際性に不備の存することは明らかになった。国際連盟は平和機関として失敗したが、その責任は仏国にある。仏国は日本に満州及び北チーナの支配を認め、もって自ら南チーナに勢力を腐食線とする。英国は戦災問題に関して仏国と提携し、米国との協力を拒否した。 よかれ悪かれ、日本は国運をとして名誉維持を企てている。幾千マイルの遠方から、いたずらに干渉がましきことを繰り返しても仕方がない。国際紛争の平和的解決を主眼とする連盟にして、今時日誌事件を解決しえずとすれば、連盟はよろしく解体すべし。国際連盟、もし率直にその無力を告白すれば、 五人はこれに同情するも、昨日の議場におけるごとく、面目を保たんとして失敗を否認する態度に出ることは、かえって文明を破滅に導く。モスクワ政府機関紙は、国際連盟も米国政府も、共に日本の行動を阻止する力なしとて攻撃している。連盟が無力にして、申し訳的勧告をなすにとどまれるは事実なるも、不戦条約がケロッグパクトの名をもって知られるのゆえをもって、 国際紛争を起こるごとに、米国に何らか特別の責任あるがごとく返するは、迷惑である。連盟は、日本の頑強なる態度に介し、現に連盟の一員たる日本に対してすらも、ケロッグ条約を遵守せしめざるほど、無力なことを暴露した。国際連盟の無力は、昨年で立証された。日本はいよいよ満州国を承認せるが、 その間において、チーナは外部よりの復讐を嘆願しおるも、列国は不思議にも声援を与えず、国際連盟、またチーナ同様無力にして、道徳的からいばりのほか何らなすところなく、世界は今や10年余りの陳腐なる平和願望の夢を破られたり、